今日もどこかでコメソード、ネグセーターと申します。よろしくお願いします。タイムドクエスト楽しいですね。いや本当久々に楽しいなと思って、子供の頃にゲーセンでハイスコアを競い合ったり、もう僕ファミコン世代なんで、ファミコンって当時情報全然出なかったじゃないですか。まああんな感じですよね。上手い友達に教えてもらって、こういうやり方を教えてもらって、これ考えた人すごいですよね。バイオ、バイオボイスじゃない、ブラストボイス、いやすごいなと思って、いやこれで東鉄800超えができるっていう、まあ簡単ですよね。ここら辺の真ん中の岩あたりでずっとぶっ放すだけなんで。で僕の場合装備がしょぼいんで、ソウルオブサマサとかああいうやつ持ってないんですよ。ああやられてるやつマグマグされてるあこれ後付け実況です、ちなみに。はい、すごく真剣にやってたんで。で囲まれてやばいんで、ライジングインパルスで散らしたりして、まあ、これでも800超えますからね、大したもんですよ。でこれ2回目のやつなんですけど、これなんと900超えるんです。900超えるんですね。ここら辺でブラストボイスぶっ放してるだけなのに、いやすごいですね。あそれでですね、一応料理は僕は新顔好きなんで、新顔の料理を食べて、で変更点はチョコボはシルキスの野菜、あれチョコボのサブクエ終わらせてないと出なかったのも知らなくて、全然やり込み足りないなと思って結構足りないもの、このブラストボイスとかもそうですよ、拾ってもいなかったし、存在も知らなかったし、全然やり込み足りなかったんですよね。はい、でここのところは車まで戻ります。車に戻るを使わないで、それでカイムに行きます。あそら大切なことを一個忘れてました。この東鉄から始めるんですけど、開始10分前からやった方がいいんですよ。まあ厳密に言うと10分前より前、10分より前より後、何を言ってるかわからない。まあ9分前とかの方がいいと思う、言いがちなんですけど、結局、アイテム使うじゃないですか。アイテム使って時間止まるじゃないですか。だからまあ10分前で大丈夫なんですね。僕みたいにエーテルガブ飲みとかしてれば、メニュー開いてる間時間止まると思うんで、終わった時に開始時間を過ぎてればいいんですよ。それをすることによって、本来1時間のタイムドクエストが1時間10分ぐらいできるんです。僕それも知らなくてすごいですよね。よく試しましたよね。1時間無駄になるところをよく試したなと思って、いや本当にありがとうございます情報をくれた方ありがとうございます。でこれがキングベヒーモスですね。装備はですね、アルテマブレード片手剣ですね。あとはもう攻撃上げる装備でもうガチガチに固めてます。ただ確かこの時腕輪を1個リボンにしちゃってて、若干攻撃弱いんですよね。それだけちょっと悔やまれるんですけど、ただそれでも7分ちょうどぐらい、あと1個大きいミスやって、ファントムソードすぐリンク出しちゃってファントムソード無駄になるっていう、あれがなければ多分6分台だと思うんですけどね。で僕がコマンドというか、まあ、ここ限界魔法使ってる方の動画も見たんですけど、僕使わないでペネトレイトラウンドアサルトのコンボですね。ペネトレイトで若干防御を下げて、そこにラウンドアサルトで畳みかけるっていう戦術でゴリ押すっていう、まあ、とにかくゴリ押します、はい、ほぼそうですね、後ろから狙いでゴリ押して、まあ、あとはもうアイテム使うなりなんなりでやれば、まあ大体6分台で、もう変なミスしなければ装備とかファントムリンクすぐ出すとかそういうことしなければ ほぼ6分台で終わると思います。ちなみに僕レベル100です。あこの時99です。まあそんなもんでも完走でじゃなくても6分台でいけます。まあひたすらペネトレイト
ラウンドアサルト、ペネトレイトラウンドアサルト、あとはもう殴る殴るっていう感じですね。ペネトレイト、ラウンドアサルト、ラウンドアサルト結構あダメージ入るなと思って、結構後半のダメージが高いんですよね。でカーラバスはもう無視です。あのなんか勝手に死んでるんで。で1回だけカールボスが生き残った時がありました、キングベイモスより。まあそんな感じですね。確かこのファントムリンクで終わったような気がしますね。そうですよね、リンクまで行かないで終わりましたよね。で急ぐと、もうこの時ミスったんで、もう急いで急いでも急いじゃっても車に戻る。いやーでも3周これしなきゃいけないんですよ。3周できれば、あのこの方法で3周できれば多分あのトータルで50以内入れるんですよ。トータルで、あトータルは無理かな、デイリーかな、デイリーぐらいは入るのかな。2600とか700とか多分行くと思うんですよね、あの3周目の凍結ができれば。あ次はあれですね、クアールですね、すみません。クアールはフレアを入れます。ただそれだけですフレア入れて、あとは何も変更点ないです。あとリボンですね、一応リボンつけて、まあリボンなくても全然いけると思うんですけど、死んじゃった時にめんどくさいかなって。まあし、もうそれでもフェニックスの斧なり何なり使えばいいんですけどね。まあだからどっちとも言えないんですけど、まあ僕見た動画でエンハンス入れてましたけど、僕はエンハンス入れてないです。ラウンドアサルト変えるのめんどくさいんで。で開幕フレア入れて、これ外からシフトブレイクですね。外からシフトブレイクで、外また出て外からシフトブレイク、まあ、これで9000出るんでエンハンスいらないかなと思ってまずまあ殴った方が早いっちゃ早いんですけど、シフトブレイク10回やる。で MP 切れたら、まあこの時めんどくさいからもうエリクサーでいいやと思って、でちょっと食らって、これ確か1分台で多分終わってるんですけど、もう調子いいともっと早いです。もう1分多分かかってないと思うんですよ。フレア2発ぐらいで終わるんで。でここはライジングインパルスで、でこれ僕も限界突破まだ取ってないです。 AP 溜まってないんで、はい取ってないんですよ。でもできるんですよねそうそうそう、 AP といえば、あーでも後で言おうかな、後で言います、後で言います、動画の最後で言います。はい、AP 稼ぎができるんですよ、今回のタイムドクエスト。それ後で言います動画全部見てほしいから後で言います、まあ、これ多分1分台ですね、2分かかってないと思います、あの動画の時間から見ても。でこうなんかバグっちゃっててあの全文出ないっていう、とにかくバグ多いですねタイムドクエスト。あの例えば凍結のところでエリクサーガブ飲みしてても、なんかエリクサー飲んでるモーションは出ても MP 回復してないとか結構ありますよね。重たいんでしょうねやっぱり処理が。で、まあ、サボテンダーはもういいとして、これ今日の結果ですね、1790なんですよ。3周目ができなかったんですよ3周目がねできなかったんですよ。なんでできなかったっていうと、あのさっき10分前から始めればいいですよっていう話したじゃないですか、10分前に始められなくてちょっとね、あの怠けてたら10分前に始められなくて1分足んなかったんです。あの5分遅刻したんです。そしたら1分足んなかったんです。だからちゃんと時間さえ守ればできるんですよね。まだ眠いな。多分ある程度僕ぐらいのレベルと装備あれば2500とか全然超えるんですよ。あ、それで AP 稼ぎ最後お見せしますね。まあ軽くですけど、
で武器は変えます。これ AP 稼ぎなんで、マシンナリーじゃダメなんですよね。ゾーリンシェイプに変えてます。まあゾーリンシェイプというか、まあ探検で一撃で倒せるであればいいと思います。でここで始めますよね。始めて湧いて、で右の時間どんどん減ってってますよね。まあこんな感じで、まあテレビ見ながらやるもよし、まあ普通に真剣にやって、こうやってガードしながらやって、できてないけどやる前に倒しちゃってますけど、ダメージシフトの練習したりするもよし、あと何ですかね、他に何かありますか。で減ったら普通にこれ行って、はい、そうすればアイテムもいらないし、あとあれですね、僕はライジングインパルスとかまだレベル最高になってないんで、こういうのを上げるとこ、上げるとここういうのを上げたりも、まあ、有効ですよね。タイムドクエストをやってる期間であれば上げられるっていう感じですね。で、なんで上げられるかって、普通にやって10分経ったら終わって次キングベヒーモスってなるとこなんですけど、ちょっと待ってくださいね。まあ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 、ちょっと、装備を変えるんですよ。まあ、ここで分かる方は分かると思うんですけど、指輪つけるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、強制終了なんですよ。強制終了になって、でもう一回じゃあ指輪外して始める。そうするとなんと残り10分からのスタートになるんですね。だからずっとここで AP 稼ぎをすることができるんですよね。アイテム消費しなくて、しかも敵を呼ぶで地王の盾でずっとやるってのは前からあるじゃないですか。あれよりも簡単なんですよ。呼ばなくてもいいし、シフトブレイク押しっぱなしで OK なんですね。そういうことです。はい、これ終わります。ということで本日もご視聴ありがとうございました。時間をかけるだ。ああ。